こんにちは。私はシャネンと申します。どうも、私の日本語の名前はミヤビです。あなたは、あなたの名前は何ですか？はい、ミヤビさん、はじめまして。私の名前はメルと申します。うん、メルさん、はじめまして。はい、よろしくお願いします。あなたは、どこに住んでいますか？はい、私は今、アメリカのシカゴに住んでいます。みやびさんはどこに住んでいますか？今はカリフォルニアに住んでいます。カリフォルニアは暖かいですか？あ、はい、今は暖かいです。シカゴも少し今暖かくなってきました。雪もたくさん降りました。カリフォルニアは雪が降りますか？雪がありません。お、いいですね。カリフォルニア、私もカリフォルニアに行きたいです。みやびさんの出身はどこですか？あ、アメリカから。うん、 あなたは日本にどこ出身ですか？うん、あ、東京です。東京です。みやびさんはアメリカのどこですか？出身は。あ、カリフォルニア。カリフォルニア、はい。いいですね。英語を話しましたか？はい、英語話せます。じゃあ、みやびさんは家族は何人ですか？私の家族は3人です。3人、はい、主人と息子と私います。はい。あなたは、あなたの家族は何人ですか？私も家族は3人です。私の夫と私と、あと息子がいます。みやびさんの息子さんは何歳ですか？2歳半です。あなたのは？私の息子は13歳です。じゃあ、息子さんは音楽が好きですか？うん、とっても好きです。何色が好きですか？息子さんは、赤色好きです。あ、なるほど。みやびさんは、じゃあ何色が好きですか？あ、紫色好きです。あ、私も同じです。紫色が大好きです。みやびさんはピンクも好きですか？好きじゃありません。好きじゃないですか？はい、わかりました。じゃあ、でも、はい、この色好きです。何ですか？緑ですか？それは多分グリーン。はい、緑。緑。英語が話せますか？もちろんもちろんですね。じゃあ、英語と今お話ししていて、とてもみやびさん日本語上手だなと思いました。まだ上手じゃありません。そうですか？でもちょっと日本語すごい上手ですよ。じゃあ、みやびさんは、中国語を話せますか？はい、中国語話せます。フランス語、フランス語を話せます。あなたは何語を話せますか？私は日本語と英語だけ話せます。でも英語はまだ練習してます。あんまり上手じゃないです。あ、いいえ。本当じゃありません。本当じゃないですか。じゃあ、日本語は難しいですか？時々難しいです。なるほど。何ですか？日本のテレビ番組とかは見ますか？はいはい。日本語のテレビ番組を見ます。テラスハウスを見ます。あ、テラスハウス。私もテラスハウス見てます。面白いですか？面白い。とても面白いと思います。テラスハウスは、どのテラスハウスを見ていますか？ハワイのテラスハウスですか？いいえ、東京の。
じゃあ、日本の食べ物は食べましたか？食べました。何を食べましたか？たくさん食べ物を食べました。うん、でも、しゃぶしゃぶとお好み焼きの方が好きです。あ、なるほど。しゃぶしゃぶとお好み焼き、私も大好きです。でもとても美味しいです。うん、美味しいですよね。じゃあ、みやびさんは日本に行きましたか？行きませんでした。でも行きたいです。うんうん、行きたいですか？え、ソースとか野菜とかはどこで買いますか？お店で買います。うんうん、へぇ、そのお店はうちから近いですか？いいえ、近いじゃありません。でも、会社から近いです。あ、みやびさんの会社からそのお店が近い。はい、日本のお店。日本のお店、あ、日本のお店があるんですね。日本のお店には歩いて行きますか？あ、いいえ、車で行きます。会社から日本のお店まで車で何分くらいかかりますか？多分、車で20分ぐらい。おいしいですか？おいしいです。本当においしいです。本当においしい。このレストランによく行きますか？いいえ、よく行きません。なるほど。じゃあ、みやびさんは高いです。少し、あ、高い。高いんですね。なるほど。そう、日本のレストランは少し高いですよね。牛肉、少し高いです。そうですね。あ、よく読みます。私の趣味は、読むことです。え、じゃあ、どんな本を読みますか？ファンタシーとノンフィクションを読みます。あなたは？私はあまり本を読みませんが、でも、英語の本をたまに読みます。バンザンノーブルに行ったとき、行くとき、スターバックスでコーヒーとかお茶を飲みますか？はい。コーヒーが好きです。あ、本当ですか？私も。毎日コーヒーを飲みます。あなたはコーヒーが好きですか？はい、大好きです。コーヒー、スターバックスのコーヒー大好きです。ラテが好きです。私もラテが好きです。でも、ミルク、牛乳は好きじゃない。みやびさんは兄弟いますか？います。弟がいます。あなたは兄弟がありますか？兄弟がいますか？そうそうそう。私は、妹が2人います。12月に弟さんは結婚する？結婚する、はいはい。楽しみですね、12月。ちょっと寒いですね、でも。山で、はい、どこの山でしますか？ヨセミテの山でします。ヨセミテ？ヨセミテは寒いですか？12月は寒いですか？12月は寒いです。寒いですか？雪があります。本当ですか？雪。何ですか？電車。電車の音聞こえますね。はい、車で、何ですか？運転する。運転する。10時間ぐらい。遠いですね、10時間。あ、なるほど。とても遠いです。とても遠いですね。え、疲れましたか？疲れました。
どうもありがとうございました。ありがとうございました。頑張りましたね。